はい、次はですね、初期型のトヨタ S800 にお乗りの高橋さんにお話をお伺いしたいなと思います。高橋さん、この車をね、買われたきっかけ、魅力、自慢のポイントなどをね、ちょっと教えていただきたいんですけども、まずですね、日本であってライトウェイトスポーツカーと、で本当にあのライトウェイトっていうと、この1965年頃っていうのは、一番あの車が出始めて、スポーティーに入るっていう一番初期がけのところだったんですね。でそれをまああの聞いてましたんで、でまあ、自分もあのトヨタの方にあのいること機会が今でもいるんですが、そのきっかけであのトヨタの車だったら何がいいと、いやそれは2001でしょうというところを、トヨタ S800 とスポーツ800とするのは、やっぱりその自分の親身一体になるっていう、走ってる時にライトウェイト その利点っていうの、自分の体のもう一つになれるっていう、その利点がすごいっていうことと、やっぱりあとはまあ、初期型っていうことですから、はい、まあ、先ほども、ちょっと話しましたが、ホイール、これは純正の鉄ホイールなんですが、はい、十傑のその当時の純正のホイールキャップです。十傑っていうのはこういう穴が10個ある、穴がね、10個、はい、それがそんな珍しい、珍しいですね。今多分現存してるトヨタ S800 の、日本国内で探しても多分数台でしょう。それは初期型にしか使われてなかったってことですか。はい、そうです、はい、その後は変わった、8桁です、8桁ですね、ごめんなさい、うん、穴が8つになっちゃったと、うん、でそれで、乗ってる方結構います。あるいはアルミホイールに変えちゃった方もいますけども、変えちゃった方もいますね、はい、います。え、そういう方もいっぱいいます、はい、でそういったところですね。でなるべくもうオリジナルに近いっていう、そういう車に仕上げてあります。で1個違うのはミラーです、はい、初期型は下だけです。あ、なるほど、はい、それは純正のミラーです。で上についてるのは、なぜ上につけてんだと、2つもこれはある、まあ、サーキット走行するときに下だけだと見づらいんですね。でまあ、普通のレーシングカーっていうのは上の方についてる方多いですよね。他社の車でもあのワイドミラーにしたとかそういうのがあります。その中でやっぱり上にしたい、でやっぱり走行会だとかそういうのを走ります。で自分なんかも、富士のスピードウェアでは、最高速150出ます。出るすごい、今出ます、目いっぱいです、はい、その感じでも、そういったところが楽しみの一つと、やっぱり今言った通り、普段の足にもなる、で燃費がいいです、とにかく、ね、軽いです、燃費がそうですね、今自分の乗ってるので燃焼ヒーターついてるんですが、燃焼ヒーターを入れて、だいたい21キロ2キロです、ね、すごい。で燃焼で入れないと25、6キロ走ります、はい、まあ、本当によく言いますけどエコカーです、でメンテもすごい空冷なんで、オイルさえちゃんとやっておけば心配ないってことですね、はい。あとは何かこの辺を聞きたいところありますか。いやいやいや、もうどれぐらい乗っておられるんですか。自分はね、今この車で約20年です。でその前に、3台ほどありました。ヨタが、ロータ、ヨタ、ヨタ8、スポーツ800を、はい、その前に3台ありました。この車になる前、筋金入りすぎ3年ぐらい前にいっぺんに、話しました、はい、ちょっと訳ありで、でその時の部品が全てありましたんで、これに組み込んでます。だから出来上がってる車です、はい。ということは高橋さんはもう、ま、スポーツ800一途で一生行くということですね。はい、今日はそうに言います、はい間違いないでしょう、はい、ということで、はい、ヨタ8大好き、はい、清水さんじゃなくて高橋さんでした、はい、はい、もう一回行かしてほんまね、さっき清水さん、はい、というわけで、ヨタ8大好き高橋さんでした、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。